カウテレビをお届けします社長室101。今回は東京都千代田区半蔵門に来ています。今日お尋ねする会社はですね、キネシオテーピング協会の加瀬健三会長というですね、アスリートの方々はご存知かと思いますが、テープを貼ることによって、治療をするというですね、キネシオテーピング法という、方法の考案者であり、この、テープの考案者でもある。今世界中のトップアスリートが愛用していたり、また医療従事者の方々が使われていたりということでですね、その薬を使わない治療法、人の自然治癒力を引き出す治療法として非常に注目されている。そちらの加瀬健三会長が、今年このキネシオテーピング協会30周年ということで、普段はアメリカにいらっしゃるんですが、たまたま日本にいらっしゃっているということですので、今日ちょっとお時間いただいて、この協会の生い立ち、そして会長の哲学についてですね、ぜひお話を伺いたいと思っております。ご紹介します、加瀬会長です。今日はよろしくお願いします。キネシオテーピング法というのは、はい、皮膚に伸縮性の、はい、薬のついてないテープを、キネシオテープ、ね、はい、で、通気性を良くするために、はい、こういうあのウェーブのウェーブのマークだと、それを皮膚に貼ると、はい、伸ばして貼ったものは必ず縮みますよね。はい、そうですね。縮むことによって皮膚の下の隙間を開けるんだ、はい、痛みっていうのは大体その筋肉とか皮膚の間に疲労物質とか痛みを出すね、発痛物質だとかいろいろ炎症を起こしてると、そういうところに溜まってるわけね。その皮膚の下の隙間を開けることによって、まあ使いすぎた体とかね、筋肉、まあ頭痛が取れたり、肩の痛みがねなくなったり、肘の痛み、膝の痛みね、腰の痛み、まあ引いてはあのそれこそ便秘とか生理痛とか、私も今ね、はい、ゴルフするから膝にテープ貼ってるけどね、はい、こういうように、ああ本当だ、ね、こうやって、ああこうやって加工、これは、ね、これはクラゲみたいだからジェルフィッシュって言うんだけどね、ジェルフィッシュ、うん、これをこうやってやるとほら、はい、シワで持ち上がるでしょ、持ち上がります ね、はい、でこれとあのここに水が溜まってるのが全部あの流れてもうはっきり言うと伸びたものが縮む、はい、それだけの作用でこれをどうやって引き上げるかと、その作用だけで直していくんですか。そうです。体の中の水分をこのテープ一つでコントロールして治療しちゃうと。水分って言ったって、はい、あのこういうふうにきれいな水ならいいけども、はい、炎症を起こした、はい、ね、で内出血をしてる、はい、場合、ね、はい、これ赤くなるね、はい、赤くなった赤血球は固まる、はい、そうするとその固まったものがある隙間にずっと溜まってると、今度は骨化してきて、なるほど、そして変形してくるわけ。なるほど、なるほど。だから同じ水だけども、はい、ちょっとした変化によって、ね、あの熱を起こしたり、また痛みを起こす原因になるわけね、はい、なるほど。座骨神経痛とかね、はい、そういうのも長く歩いたり座ったりしてて疲れてるところをある部分で押してたと、はあ、そこの押してるところを隙間を空けてあげられることが大事なんで、スペース、ムーブメント、クーリングってね、空、動、霊という3つのコンセプトが、はいはいはい、いつもみんなに、なるほど、スペースを空けて動かして冷やす、ね、熱を取る、うん、冷やすっていうんじゃなくて熱を取る、ああなんですね、なるほど。加瀬会長がそのキネシオテーピング法を発明する前まではそのカイロの世界っていうのはこの何ですか、まあ、調整ね、調整して骨の位置を、背骨のとか関節を調整する、はい、だったんだけど、はい、はっきり言うと自分でカイロ受けてみて、はい、やっぱおっかないですよ。おっかない、怖い、怖い、ボキッボキッとかやられるからですね、やるとね、はい、なんか壊れるんじゃないかな、はい、いや思います、ね、思うでしょ、はい、体に何が起きてるのかっていうと、関節をパチッて調整する
それを今度は想像してみると、はい、どうなってるかというと、関節の周りの小さい軟部組織がやっぱり破壊されてるんです。そうですね、その破壊されて良くなる治療法って多いんですよ、はあ、強い指圧だとか、はい、針だとか、はあ、ね、運動法だとか、はあ、いろんな治療法の中に破壊して治す、なるほど、ね、あれですね、壊しすぎたらね、はい、やっぱり傷になっちゃうし、その傷が今度はいろんな弊害を起こす。なるほど。だからできれば壊さないで治せることがいいなと、はい、スポーツの選手がよく白いテープでこう巻きますよね、はい、巻くとどうなるかっていうと、はい、圧迫するわけです、うん、一時圧迫してるとサポートしてるみたいに見える、うんうん、だけどもだん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 圧迫がいろんな障害を起こしていくわけね、うん、である時リウマチの患者を、はい、その伸びないテープでやったところ、はい、夜中、ね、電話かかってきて、はい、痛くて痛くてしょうがないって泣いて、はあ、まあ、来てもらってね、やっぱうっ血してるわけですよ、はあ、じゃあうっ血ってどうやって起こるのかと、うん、言ったところ、うん、やっぱり圧迫、風船の中に水入れてキュッてちょっと添えたらグッと上がりますよ、ね、ありますね、はい、この圧、ほんのちょっとした圧だけでも、はいはい、圧迫なんですね、圧迫、帽子のちょっときついのかぶったらやっぱり頭が圧迫されて、なるほど、ね、なっちゃう、靴下だって、はい、ね、ちょっと圧が高かったらパンツの紐が、ね、はい、熱かったら、ね、それだけで腰痛症になっちゃう。なるほど。長谷川さんはどんなタイミングでその伸びないテープから伸びるテープを発見し、その発明していったのか、その経緯をぜひ。このテープにたどり着くまではまず手で、はい、ね、はい、じゃあどうやって皮膚の陽圧じゃなくて陰圧を増やすか、はい、ね、そのためになんかこう持ち上げてこうやってやったりね、はいろいろやって、はい、ある時胃が痛いとかなんか歯が痛いっていうと、はいはい、必ず人こうやりですよね。そうしますね、ね、しますね、こうやって手当て、はい、手当てる時どうして原骨でしないのか、あ、手のひらでやるのか、で手のひら見ると、はい、ちょっとへこんでるでしょ、あ、真ん中、はい、へこんでますね、ね、はい、でこのへこみが実はちょっと当てると、はい、実はここでちょうど痛いところがふっとこっちになってるよ、はい、なるほど、真ん中持ち上がると、はい、こういう状態のものをずっと維持しておくことができるようなものって何って、じゃあここに乗りつけて、はい、こうやってやるものを、同じようなものをこれで、まあ、なんかないかな。加瀬会長の発明したキネシオテーピング法であれば、ボキッとかせずに、ただテープを貼ってやるだけで治っていくものなんですか。貼ってすぐ良くなるわけじゃん、はい、まあ、貼ってすぐ痛みは取れる場合、はい、だけどそこを治そうとするためにはやっぱり時間がかかる、ね、まあ、1週間貼っていられれば一番最高ですよね。なるほど、うん、そのためにはクオリティが、ね、質が良くないとダメだ。なるほど。長谷川長が発明したこのキネシオテーピング法というのは、一人の発明がなぜ 10万人までもですね広がっていったのか、そのブレイクスルーのポイントについてぜひ。でも結果的には本当に効くから良かった、うんうん、それともう一つは健康雑誌がのある編集長が私の専門の本を読ん で、はい、でこれはいいなと思ってブームに火をつけてくれて、それで日本はブームになった。はい、これを医学界にいろいろ広めようと思って、うん、まあいろいろ頼んで学会で発表させてくださいって言ったけども、はい、全部発表させてもらえなかった。医学界には、うん、そこで20年前に海外にこれを移し、拠点も向こうに移して、はい、でやっぱり向こうのいいところは自由主義っていうか、はい、うん、まあ、ヨーロッパで言えば3人の医者がこれはいいねと言ったらまず試し、まず受け入れてみるっていう
そういうすごくいい土壌があるんですよ。なるほど。ここにあのフェリックス・フェルナンデスって、これは二十何年シアトル・マリナーズでピッチャーやってるけども、はい、シアトル・マリナーズは僕が検証テープを紹介した一番最初のチームなんですよ、はい、なるほど。そこの彼が20年間キネシオのを使ってて、はい、なんとかね、はい、お礼したい、キングと言われるね、はい、このエリックスを、まあ、実はこうやってあのうちの広告塔に、うん、してもらってしたんだけども、はい、それも実はだからこっちから頼んだことじゃなくて本人がそうしたいということでね、実現することになったんですよね。これは実際どれくらいの量出てるもんなんでしょうか、毎月とかっていう量、販売量としては今だいたい30万、30万ロール、ロール、はあ、月1ヶ月に、まあこれはヨーロッパから、はい、日本は逆に少なくなっちゃったから、あ、そうなんですね、向こうにも移しちゃったから、ね、はい、ヨーロッパとかアメリカとかオーストラリアとか、そうです、実はね今年の、はいはい、1週間前にあの行ったシンポジウムっていうのは、はい、あのそれのメインのシンポジストっていうのはね、はい、ここにドクター、クラインっていうね、はい、これはドイツのユッセルフドルフ大学の、はい、心臓外科、はい、外科医なんですよ、はい、彼が200例の心臓の手術の後、うん、はい、心臓って肋骨切りますから、はい、肋骨切るとここはもう肺があり心臓があり、はい、もうしょっちゅう動いてるわけですよね、はい、だからここの痛みっていうのはすごい、うん、まあ痛いじゃないですか、痛い、この痛みを即座に軽減して、はい、腫れを引くのにあのキネシオテープを使うわけですよ。そうすると痛み止めの使用量がもう半減したり、からリハビリにあの行く時間がもう半、まあ、もずっと早くなったり、なるほど、このフランスのドクター・ギンバトっていうのは、はい、そのいわゆる手術の後のテーピングっていって、うん、まあ、昔はだからスポーツの選手の体を、はい、動かすのを楽にしてあげられるっていうこと、うん、から関節の痛みだとかそういうものを取るっていうところからスタートしたんだけども、うん、はい、今はそういう手術、医療面の手術後のテーピングといって、はい、まあ、テープも滅菌したり、はいはい、なるほど、それから介護のね、なるほど、人たちが起こす軸層の治療とか、うんうん、なるほど、あの予防とか、まあ、もう本当に医療面にそうやって広がっていってるわけですね。でこういうふうにこう発表してる人たちの、はい、ほとんどは、はい、理学療法大学で教えてたり、うん、あ、獣医もいますよね、うん、これは獣医、馬の治療とか、うん、そういうことに使う人たちもいるし、うん、まあ、本当に海外からね、なるほど、相当量の人たちの発表があった。ヒポクラテスとかアインシュタインから大きな影響を受けたというふうに伺ってました。その話をちょっと聞かせていただいていいですか。ヒポクラテスって2000年から3000年前の異性と言われるね、はい、人ですよ。彼の言葉の中で非常に僕は好きな言葉が、はい、ね、神は自然を癒し、我はただ包帯をするのみ、うん、人間には偉大なる自然治癒力があり、その治癒力をいかに引き出すかが治療の鍵であるってね、この言葉が、うん、大好きですね。なるほど。だからいかにこれを追い求めるか、なるほど、人の本来持っている自然治癒力をいかに引き出すかが治療の鍵である、そうです。やっぱりね、自分でやってみて、はい、自分が感じてこれはいいと思わなきゃダメですよね。だからまず自分にやって、はい、ああこれならば絶対に誰でもいい効果が出るっていうことを実感してからみんなに勧める、はあ、このテープが自然治癒力を引き出すわけですね。そうです、はあ、そうです。もう一つ、アインシュタインから。アインシュタインはね、最初に彼がね、はい、
あの相対性原理を、はい、その考えた時に、はい、まあ音と光がどうして時間差があって伝わってくるのかっていう疑問点、うん、そこからそれを計算して相対性原理が生まれたわけだけど、はい、やっぱり体の中のものを見ようとしても、はい、今でこそ少しね、はい、細かいところまで見ることできるけども、死体解剖をして体の中が分かったなんてのは大嘘でね、うんうん、あれ死んでる体でしょう、はい、そうするとじゃあ生きてる体にどういうことが起きてるんだろうかって、まあ、外科医だって、はい、切っちゃったら分かんないんだよね。切ったら分からない。切ったらだって中は内圧っていうのが切れば、はい、内圧なくなっちゃう。確かに確かに確かに、ね、だからそれがどういうふうになってるのかっていうのは、うん、外科医でもみんな想像しなきゃいけないね。うん、まあ僕はその想像することから得たその、うん、疑問をどうやって解くかっていうこととか、想像によって起こることを実際に自分でこう考えてみて、うん、その結果どういうことが出てくるのかっていうことをやると、やっぱアインシュタインのその想像力っていうのは大したもんだ、うん、なるほど。でアインシュタインがある日新聞記者にね、はい、あなたなんでこんなねすごいこと考えたんですかって質問した時に、うん、アインシュタインはこう言ったそうですよ。誰でもできることです。ずっと考えてれば必ず答えは出るんです。うん、ずっと考えないんですよみんな。なるほど。ふっと考えるけどパッと諦めちゃうんだね。なるほど。そういう表明するんですね。運動能力はあんまりないけどもね、はい、しつこくこう考えることは好きですね。なるほど。うん、今平成27年2015年の12月ですが、うん、我々このコンテンツできれば100年後の未来にまで残していきたいなと思ってまして、この平成の時代を生きた、まあ経営者であり協会の会長の加瀬健三会長にですね、ぜひ100年後まで続くようなそういう価値観というかメッセージをいただきたいなと思うんですが、うんうん、まあ、ヒポクラテスのねもう2000年前の人が残した言葉を引き継いで私がね、はい、やってるわけですけども、うんうん、自然治癒力というね、はい、ものがいかに大切かと、うん、その自然治癒力をいかに引き出すかが治療の鍵であるという、うんうん、そこをですね、はい、あのいろんなジャンルの医療をする人たちにもっと追ってもらって、うん、私の、まあ、開発したキニシオテープが、うん、WHO を、はい、がそのこれを一つの医療として、うん、認めてくれるようになってくれると、なるほど、100年も200年も先にも行くんじゃないかと思いますけどね。うん、自然治癒力をいかに引き出すかが治療の鍵であるというね、その言葉をですね、はいはい、いや今日は春日町なんか、まあ、いろんな話を聞かせていただきまして本当に勉強になりました。はい、ありがとうございました。